さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ドラマ、ペペロンチーノの取材会が、2020年12月4日に、宮城県黒川郡大郷町の、大郷町 B&G 海洋センター、アリーナで行われ、主演の草薙剛さんと、共演の吉田羊さん、矢田亜希子さんが出席され、コメントを寄せました。2021年3月に、NHKBS プレミアムで放送が予定されているこのドラマは宮城・牡鹿半島を舞台にした物語。東日本大震災で自身のレストランを津波で流され自暴自棄になっていた小野寺清があることをきっかけに前を向きレストランを再建し最高の味を追求するシェフとなるまでの苦難が描かれます。2021年3月11日で東日本大震災が発生して丸10年になります。時間とともに一体何が変わったのか。このドラマには3.11以降揺れ動いてきた被災者の心のリアリティを見つめ被災者の10年間の葛藤また復興への歩みを描きコロナ禍の中で小さな希望を届けたいという思いがあります。出演者は3人の他に国村淳さん、65歳、一色洋平さん、29歳、富田美優さん、福島県出身、20歳、斉藤優さん、宮城県出身、32歳、青波淳さん、宮城県出身、19歳、らが発表されています。12月3日にクランクインしたばかりで、今月下旬まで、宮城県内の女川町や石巻市などで撮影が行われる予定だそうです。イタリアンレストラン、パラディーゾのオーナーシェフ、小野寺清を演じる、草薙剛さんのコメント。小野寺清を演じる草薙剛です。毎回緊張はしますが、実際に起きた災害のことなので、今になっても悲しみが癒えていない方は、たくさんいる。被災された方の傷、気持ちが、自分にとってどういうものなのかと考えると、どういう風に演じたらいいのかというプレッシャーになったりもするので、頑張らないとなと思っています。震災を風化させてはいけないと思う気持ちもあったり、実際被災された方の気持ちに寄り添えるような役になればいいと思っています。小野寺清、草薙さんの妻、小野寺あかり役、吉田羊さんのコメント。今回、震災後初めて、被災地に足を運ばせていただいたのですが、来るまでに10年かかったという申し訳なさもあり、少し緊張しています。実際の仮設住宅の様子ですとか、現地に来なければわからなかったことはたくさんあって、そうした景色が今回の物語やキャラクターにリアリティを持たせてくれるだろうなと感じています。台本を読ませていただいた時に、震災というと悲しい面にフォーカスしているものが多いけれど、このドラマは、悲しみや苦しみも、それを乗り越えてきた人々がいて、なお頑張り続けているという、ポジティブな面を描こうという気持ちを感じました。今回のドラマでは、そのポジティブな気持ちを描いて、表現できたらいいなという気持ちでいます。小野寺清、草薙さんの高校の同級生、阿部依子役、矢田亜希子さんのコメント。草薙さん演じる清の高校の同級生で、地元の美容室で働いている美容師、震災で家族を亡くし、一人で娘を育てている母親という役を演じます。この方は、すごく頑張り屋で、この10年、とても苦しい思いをしてきただろうし、悲しい思いもしているけれど、人には弱音を見せずに、ずっと娘を育てて、頑張って、突っ走って、強がって生きてきている強い女性です。そこで10年という節目で、このドラマの中でみんなが集まることができて、いろいろ彼女にとって思うことが、清さんのあることがきっかけで、彼女の思いもみんなに伝わるような感じになっていると思います。たやすくできるものではないと思っておりますが、一生懸命演じたいと思いますので、どうか皆様、見守っていてください。よろしくお願いします。制作統括、青木和典さんのコメント。東日本大震災について、NHK 仙台放送局では、ドキュメンタリーを中心に伝えてきました。時間が経つにつれて、
前に進んでいる人、家族を失い、そのまま止まっている人、前に進んでいるけれど、悲しみを引きずったままもがいている人など、様々な境遇の人がいるという事実を、ニュースやドキュメンタリーでは、届きづらい層にも伝わるような、そして、様々な境遇の被災者の人の背中をそっと押せるようなドラマを作りたいと思いました。今回の出演者は、みんなが、何か、被災地、東北のために何かしたいと思ってくれていました。ドラマの話をした時に、皆さん心よく受けてくださり、そういう思いのある皆さんと、今、撮影が始まったところです。コロナ禍という大変な時期に、少しでも前向きな気持ちになれるようなドラマにもしたいと思います。最近の草薙さんは、役者としての活動が多忙を極めています。映画、ミッドナイトスワンでは、トランスジェンダー役に挑み、新境地を切り開き、新たな代表作となりました。2021年2月14日スタートの NHK 大河ドラマ青天を衝けでは、江戸幕府最後の将軍様、徳川慶喜役。ペペロンチーノでも、体験された方にしか理解することが難しいであろう、被災者の心境を表現されます。難しい役どころばかりで、心身ともに疲弊してもおかしくない中で、癒しとなっているのが愛犬くるみちゃんとのスキンシップみたいです。特に最近はくるみちゃんの歯磨きが癒しの時間、 YouTube にもくるみちゃんの歯磨き動画をアップして、その出来合いぶりを見せてくれていました。ここからはネットの声をご紹介します。東日本大震災ではスマップを筆頭に支援の輪が広がりましたね。多くの芸能人がボランティアに参加したけど、ほとんどが偽善ばかりで、スマップのように最後まで義援金を募ることはなかった。私たちはいつも被災者に寄り添ってくれた国民的スターを忘れることはありません。ずっと支援を呼びかけていたスマップの草薙剛さん。新しい地図でも違う形ですが、弱者に寄り添う活動をしてますよね。その草薙剛さん主演のドラマ、楽しみにしてます。今もなお、ファンの間で、月曜日のスマスマ放送時間に、震災や自然災害に関する募金の呼びかけが継続され、少しずつでも自分たちのできる支援を続けています。スマップの心が生き続けているのを感じ、震災から10年目に、仙台の NHK 放送が制作するドラマに草薙剛さんが出演することが喜ばしいです。これからも震災に遭われた人々に寄り添うことをみんなで続けていきたいですね。これからますます寒くなるし、コロナもあってロケは大変だと思いますが、スタッフの皆さんも演者さんも撮影頑張ってください。演技する剛くんが大好きなのでずっと応援しています。震災の復興を応援してきた草薙さんにふさわしいドラマですね。頑張って生きている人たちを自然体で演じてくれるのではないでしょうか。今から楽しみです。来年の3月で丸10年ですね。大河もあるし、多忙だと思うけれど、健康に気をつけて頑張ってほしいです。素晴らしい作品になりますように。矢田亜希子、吉田羊、素晴らしい共演者とのドラマ、楽しみです。渚から今度はシェフか。本当に振り幅の広い俳優さんだよね。もうすっかりシェフになってる。絶対見るからね。矢田さんと草薙さんが並ぶと僕の生きる道を思い出す。泣き。草薙さんのドラマを見てからファンになり、過去のドラマを漁ってみました。僕の生きる道で共演された矢田さんとまたご一緒ですね。楽しみです。草薙剛と矢田亜希子と言ったら、やっぱり僕の生きる道を思い出すな。生徒役では、若き日の綾瀬はるかや市原隼人も。あのドラマは好きだった。主題歌は、世界に一つだけの花でしたね。2月も楽しみだけど、このペペロンチーノもすごく期待してます。吉田さんは99年の愛、矢田さんは僕の生きる道で共演。特に矢田さんは
緑先生が印象に残ってますが、17年の歳月が過ぎているなんて、あの時と変わらずお若いし、美しい。今度は吉田さんが奥さんなのですね。どんなご夫婦なのかな。そして、明日の72も。季節柄、寒さにも負けず、コロナ禍にも気をつけてくださいね。草なぎ剛さんの新作ドラマが見れる。それが、ただただ嬉しい。数年ずっと待ちわびていました。難しい題材の作品となりそうですが、草なぎさんなら、きっと、真摯かつ誠実に演じてくれる、心を打つドラマとなることは間違いないでしょう。3月の放送を楽しみにしています。草なぎ剛の演技力は、公開中の映画でも証明された。被災地の方々の心情や苦労を演じきれているのではないかと期待するばかり。例の問題で、元仲間の裏切りや、突然の番組打ち切りとかも経験して、苦労した分、人として成長し、演技に反映し、活かせているのではないかと思う。草なぎ剛さん主演というだけで、被災された方々に寄り添い、力づける、優しい気持ちになれるドラマになると思っています。NHKBS スペシャルドラマのペペロンチーノ、放送待ってます。ドラマは、2018年の NHK スペシャル以来、ペペロンチーノは2021年3月に放送されるから、3年ぶりだね。長かったな。これまで、映画や舞台で、いろんな役を演じてきているから、待った分、楽しみが倍増してるよ。地上波なら、もっと良かったけど、期待大だよ。映画も大ヒットしてるから、このままの流れで頑張ってほしい。東日本大震災後の現地への応援やフォローといえば、何を置いてもスマップです。つよぽんがこの役どころというのも、きっと少なからずご縁でしょう。応援します。地元です。震災後は、スマップの皆さんには大変お世話になりました。これも何かのご縁だと嬉しく思います。ドラマ、楽しみです。風に気をつけてくださいね。ミッドナイトスワンの映画を見てから、草なぎ剛さんの演技が自然すぎて、憑依という言葉の意味を知りました。ファンではないですが、彼のドラマや映画は見たいです。楽しみにしています。大好きな草なぎさんを主役に抜擢してくださってありがとうございます。と喜んだのもつかの間、BS なんですね。我が家では、見られなくて心から残念です。ぜひ、総合でも放映していただきたいです。大河は、もちろん毎週見ます。いいな、このカット。やっぱり、剛くんは、みんなの前で演じてくれるのが、一番ふさわしい。ありがとう NHK さん。みんな楽しみにしていますよ。近い将来、この人を連続ドラマで見られたら、幸せだと思います。剛くん、大河も始まって、このドラマも撮ってるんですね。役者さんだけでなく、バラエティーもこなしてすごいです。スマップで培った経験があるからできるのでしょうね。震災から10年。行ったことのない遠い土地ですが、あの、震災は私にとってもショックでした。あれだけの被害なのに、大きなパニックもなく、皆さん、生活も必死でしょうに。粛々と頑張っておられるのを見聞きするたび、東北の厳しい自然と共存してきた真の強さを感じます。ドキュメントだけでなく、こうしたドラマで伝わることがあると思う。見る側も受け取れるように目を凝らして拝見したいと思います。地上波でも全国放送ではない場合もあるけど、こういった大事なテーマのドラマは、地上波で放送してほしい。また、映画や舞台を見に行けないファンは、少なからずいるし、テレビしか、草なぎくんの演技を見れない人たちだって大多数いると思う。そういう人たちのためにも地上波での放送を検討してほしいと願っている。スマップは大変な時期ですら募金を呼びかけ続けていましたね。風化をさせないために持続して呼びかけたり語り続けることは有名人でも数少ないと思います。中井さんもどこかで災害があるとマスコミにアピールをするわけでもなく、個人で支援をされ続けていますね。
スマップ精神なのでしょう。くるみちゃんはずっと癒してくれた愛娘なんでしょうね。辛い時期に寄り添ってくれた存在の絆は強いと思います。もともと多忙を極める生活を何十年も続けていた人なので、リフレッシュの仕方も心の持って生きようも熟知しているだろうなとは思います。ただ大河で主要キャストとして1年間撮影するのは本当に大変なのではないかと思います。ぜひコロナなどにも十分注意しながら無事に完走できますように。ペペロンチーノも楽しみにしています。こういうドラマは意義があるよね。現地でいろいろ取材をしてその結果出来上がったものだと思うから全くの絵空事じゃない。実在する人を追ったドキュメンタリーだと差し障りが出ることもあるけど、ドラマにすればそういう弊害なくメッセージが伝わるからね。俳優さんたちのキャスティングもいいよね。あの震災は原発のメルトダウンをリアルタイムで報道してて、どうなってしまうのかとものすごく不安な気持ちでずっとテレビを見てました。本当はまだ解決してないことがきっと山ほどあると思うけど、コロナもあり最近はほとんど報道されません。私が見てないだけかもしれませんが、でもそこで生活する人の現実や思いはいかほどか、他地域の私が本当に理解することはできなくても、同じ国同じ時代に生きる同士としてこのようなドラマを見て何かを感じて何ができるか、制作された側の思いをしっかりと受け止めたいです。ミッドナイトスワンが未だに話題ですが、大河の撮影の間に別のドラマを撮るなんて、草薙さん役者としてお忙しくて何よりです。賞を取れたら嬉しいけど、いろんなドラマや映画や舞台で活躍することが一番大事かもと思います。強しく優しい顔だね。そばに矢田亜希子さんがいるから僕の生きる道を思い出した。二人とも素敵に年を重ねて味のある俳優さんになっていますね。人々の心に残る力になるドラマになることを楽しみに、コロナ感染に負けないでお互いに気をつけて頑張りましょうね。強しくんのますますの活躍を祈っています。頑張るのはいいけど無理はしないようにね。くるみちゃんの歯磨き動画も見ました。すごく丁寧に磨いてて、くるみちゃんが嫌がらずに強しくんに委ねてる様を見て本当に懐いて安心してるんだなと思います。ドラマも YouTube も72もなぎすけも、最近では配信のファンミで自作の新曲も披露してギターも上手くなってて、ますます忙しいと思いますが、どうぞ体に気をつけてください。このドラマも来年の大河も楽しみにしています。くるみちゃんお母さんになり子供たちともども可愛い。ちゃんと歯を磨かせてくれるなんてくるみちゃん偉いね。ワンコ好きにとりワンコは本当に癒し、つよぽんはくるみちゃんに癒され、くるみちゃんはつよぽんに愛情を注いでもらい、信頼関係がしっかりと結ばれているのが動画からも言動からもよくわかります。つよぽんのそばにくるみちゃんがいてくれてよかったです。だからつよぽんはこれからも素晴らしい演技やエンタメを届けてくれると思います。くるちゃんを溺愛してる様子を見るこちらも癒されますね。画面からすごく可愛がってて大好きが伝わるほっこり YouTube ですね。 3.11 は一生忘れることのない日。ドラマ楽しみにしています。明日は72だし、来年のカレンダーにはレオンくんもデビューとか、くるみちゃんと草薙パパには癒されまくってます。生きていくことはしんどいですが。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。